しばらく恋人いない人も本当に始めたらすぐモテるんで、男性が多いのでだと思って行ってみたら意外と恋がうまくいった人たくさんいますんで、いや、あの優しい方多いのでおすすめですよ。行ってみてください。私はそろそろ結婚をしたい26歳女性です。社会人になり7年目となりますが、恋人が一人もできたことがなく、恋愛が苦手なのか、お付き合いをしている自分のことを想像すると恥ずかしくなり、毎回お付き合いまで至りません。恋愛は苦手でも結婚はしたい、矛盾している私は結婚できますか、というお悩みです。はい、ではでは、電話つながってますでしょうか。もしもし。あ、もしもし。ラテラテさん、こんばんは。どうも、ゲッターズ伊田です。よろしくお願いします。はじめまして。こんばんは、ラテラテです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、占いますので、少々お待ちください。はい、お願いいたします。はい。このメールの内容からすると、お付き合いまで至らないっていうことは、その手前まではあるんでしょうか。はい、あ、そうですね。なんか、人から紹介していただいたり、うん、はい、なんか、お誘いいただいて、ええ、まあ、ちょっと2人でお出かけとかはした経験はあるんですけど、はい、なかなかちょっとお付き合いまで至らなくて、はあ、それはラテラテさんの中ではどんな分析をされてますか。はい、なんでお付き合いに至らないんでしょう。そうですね、なんか恋愛的なこう雰囲気になると、うん、どうしてもちょっと逃げたくなってしまう自分がいて、はあ、なんか恥ずかしいと思ったら、うん、もうそこでちょっとシャットダウンしてしまう傾向があるんですけど、客観的にこう見てしまうという、はい、そうですね。ラテラテさんからもこの人のことが好きで好きでっていうお相手の方には今まで出会ってないですか。はい、あ、そうなんです。そういう方はちょっと出会ったことがまだなくて、なんか気になるっていう人はいたりもしたんですけど、好きっていう感情までにはちょっと至ったことがなかったので。すごくこう慎重な、ね、印象を受けますけれども、ね、そうですね、お若いね、うん、でも結婚をしたいという思いはあるんですよね。はい、そうなんです。とても結婚はしたいんです。でもこういう方たくさんいらっしゃるかもしれない、うん、恋愛は苦手だけど結婚はしたいという方、うん、なんか不思議なこと言いますよね、うん、自転車乗ってないけどバイク乗りたいみたいな感じですよねイコールでいいでしょ。でも違うからね、同じ人でも違うんですけど、ではではラテラさん占いまして、はい、恋に関しては、まあ、自分が好きでいたい気持ちが強いので、はい、好意を感じると興味がないという星を一個持ってるところと、もともとデブが大嫌いなので、あ、そうなんですね、最初の印象でほぼ決めるところと、はい、まあ、引き癖みたいなところ一箇所入ってるので分かるんですが、はい、2024年の後半とか2025年に結婚が出てるんで、はい、来年の後半、再来年から新しい出会いが増えるので、あ、そこはいいんですよ。ただね、どこ今調べても行動って星が全くなくてですね、はい、自ら動くとか、なんか趣味とか習い事をすごく増やすってことが出てないので、あ、はい、なので今すぐじゃなくて来年のまあ春ぐらいからでもいいので、はい、ちょっとこれ気になるなと思ったものをやり始めるといいので、あ、はい、なんだろう、芸術系が入ってるんで美術とか絵とかでもいいんですが、はい、あともう一回格闘技がいいので。あ、そうなんですね。しばらく恋人いない人も本当格闘技始めたらすぐモテるんで、男性が多いので、はい、なんと護身術だと思って行ってみたら意外と恋がうまくいった人たくさんいますんで。あ、ラテラテさんは今のお話聞いてどうですか。行動なかなかできないタイプですか。あ、そうですね、あまり自分から積極的に行動はなかなかしてこなかったです。そうですね、意外と心配性と、はい、あと優柔不断ですもんね、いざとなると。あ、そうなんです、ね、すごい優柔不断です。自己判断は早くてもじゃあってなったら意外と決められないですもんね。なんですよ。じゃあもう単純に、ただスポーツやる、まあ、体のためにもみたいな感じでスポーツジム通るとか、はい、周りでなんか、はい、多分サッカーやってるとか、 なんかバスケやってるみたいな、バレーでもいいんですけども、はい、なんか全然やってないけど、はい、見に行ってもいいみたいな感じで行ったりとか、あ、まあ、あとそういうの今コミュニティいろいろありますんで参加してみる、はい、ちなみに学生時代なんかスポーツやってました。ソフトボールをやってました。ソフトボールやってたら、じゃあって今からやりづらいか、はい、ソフトボールやってるなら、だから急にキャッチボールやろうぜというわけにいかないか。まあでも近いです。何がいいんでしょう、ソフトボール、ね、ソフトボールに近いもんなんだろうって今2人で考えて2人とも出ないんです。そうですね、ソフトボ
ールで野球はまた別物ですもんね。野球は入れてくれないですもんね、草野球の女の子って、あんまりいない。でもいるいますよ、たまに。ああ本当ですか。まあ荒川のドデとか行ってチーム入れてって言えば やらせてくれるんです。まあでもなんかスポーツ一個ヒント出てますので、はい、ね、体を動かすのはすごくいいのでやってみたら、うん、どうでしょうか。わかりました、はい、ありがとうございます。あと好きだってきたものに関してビビっちゃう癖があるんで、はい、なんか私でよくていいんだったらどうぞぐらいな気持ちで、はい、あともう一個、音楽の趣味に合う人がいいのでライブに行くのがいいんです。あ、わかりました。アーティストのライブ行って何回か会うと女友達とかできて、そこから広がった方もたくさんいますので。ああそうなんですね。ちなみに誰好きですか。あ、韓国のアーティストとか。ああじゃあ今好きです、ね、今旬だからいいですね。じゃあそういうの行ってみて、はい、仲良くなってみてください。はい、はい、わかりました。あ、すいません、最後にもう一つよろしいですか、はい、ちょっと私今年の4月に、はい、ちょっと転職をしたんですけど、はい、事務系の職に転職をしたんですけど、はい、今まで転職前までは6年間学校の保健室でちょっと常勤講師として勤務していて、でちょっと今の環境がちょっと合わないなっていうのもちょっと少し感じていて、はい、まあ、再転職もちょっと考えてはいるんですけど、まあ、このまま、はい、2023年4年、そこに2年か3年ってまた転職すると思うので。ああそうなんですね、はい、2024年だから5年ぐらいにそこの転職のさらに良くなりますので。あ、じゃあ 2,3 年はここにいた方が。そうですね。どうしても無理だったらもう来年の末でも1年後でもいいと思います。来年の末ですか。はい、はいはい、そのぐらいの切り替えるタイミングだと思いますので参考にしてください。ちなみに、あ、すみません、はい、私実家に帰った方がいいんですかね、はい、今ちょっと実家から県をまたいで。あ、いるんですか。実家からは離れてても大丈夫です。あ、わかりました、はい、頑張ってください。頑張ってみます、はい、ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。行動することが大事。丁寧、そう、ね、優しすぎてとか丁寧すぎて進まない方がいるんで、そうしたらまず動いてみようっていうのがやっぱ大事ですから、うん、まず行動してね、いろんな出会いを作ってください。一歩出たら出会いとね、飯田さんよくおっしゃってるので。本当そうです、はい、ありがとうございました。あと出会いを探している方、はい、飯田さんからアドバイスありましたが、ツイッターでも静香さんという方が、はい、格闘技で出会いいいなって、キックボクシングずっとやってみたいから行ってみようかなと。行った方がいいですよ。よくね、格闘技おすすめされますよね。格闘技一番分かりやすくていいです。男女比率が割れてるし、うん、あと、まあ、ダイエットもなるし、はい、あと護身術も学べるし、うん、意外といいので。あとストレッチとか行ったら意外とそのトレーナーさん男性多いので、まあ、女性もいるんですけど、うん、いや優しい方多いのでおすすめですよ、うん、はい、行ってみてください。今夜のアドバイスおさらいしておきましょう、はい、恋愛久しぶりだなという方、格闘技が飯田さん的にはおすすめです。明日からいかがでしょうか。今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。